こかんこきこかんこ。今年最多出場を目指している日直の山崎芽衣です。出場なんじゃない出席だな。出席とか出席かな。出席目指してます、山崎芽衣です。ね、お願いします。お願いします。秋ツアーがそろそろ、気をつけていることはありますか、うん、またエンタメの世界にいると追い求めるものの他に無茶ぶりや苦手なものに対する根性試しの場面に接することも少なくないと思います、うん、ちなみに自分はネギが苦手です。罰ゲームできたらギャン泣きします、うん、3人はこれはどうしても苦手というものや生活の中でこれは無理なものは何かありますか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。苦手なもの、うん、お化け屋敷に入れって言われたら本当にどうしよう。確かに。ね。私ね、幸い避けてきてるね、10年が。他のメンバーは行ったりしてんだけど。無理だな、お化け屋敷無理。お化け屋敷は無理。なんか、一人で入ってって。いや、もう無理無理。たら本当にちょっと結構無理か。でも13人でも無理。13人だったら、その、前後左右に人がいてくれる。ああ、いてくれたら全然。で、私は前の人に捕まって目をつむってあっただけ。とかだったら、まあ、いけるけど。で、上にもいなきゃ無理なんですよ。囲まれてる。横にも前にも後ろにも上にもいなきゃ無理で。誰がついてる。本当に。無理です。下はさすがに踏むのもちょっとあれだけど。そうね。上にもいなきゃ無理です。本当に無理です。屋敷は無理だね。本当にキャー怖いともならない。もうなんか無みたいな。本当に無理。動けなくなっちゃうし、叫ぶとしても、わあみたいな。なるからダメだね、うん、あとコックさんからです。ありがとうございます。モジョの皆さんこんばんは。こんばんは。活動に対しギリギリまで自身を追い込むタイプだという小田ちゃん、通常は言いにくい状況でも周りも続いていけるように無理な時は無理と伝えるようにしているそうですね、うん、自分は無理や助けての声言葉が出る時が本当に限界でギリギリを超えてからじゃないと口にできません、うん、3人は自身を酷使しすぎないために気をつけていることありますか、うん、またエンタメ感じですね。メイは？あ、国士っていうのは、国士っていうのは、なんだろう、自分ひどく使うって書くの、感じで。はい。だから、なんだろう、自分も、なんだろう、追い詰めちゃうっていうか、なんて言うんだろう。無理以上に、働いちゃう。体を無理やり動かすみたいな。はぁ。ご褒美あれば何でもいいんだけど。ご褒美と寝る時間があればいい。何がいい？何がいい？ご褒美は、お菓子、あとは、なんだろう、ご褒美。お菓子ですかね。お菓子と、寝る時間さえあれば、うん、いける気がします。あ、そう。多分。一番なんか、人間として正しくないです。いや、それだよ。そうか。一番そう思う。しかも、規則正しい生活もちゃんと送ってるから。そう。そうですよ。メイは夜10時以降返信返ってこないですから、寝ちゃって。最近メイ10時半。10時半から11時の間。ダメだよ。遅いでしょ。そうですね。10時には寝るんでしょ。はい。10時にテレビ見終わってます。あ、10時に見終わってんのね。全然もう。何してるかな、10時。10時、まあ、まだ多分私お風呂も入って、ご飯も食べてないけど。え、5時だよ。5時半だよ、ご飯。え、最高なんだけど。え、マジメイン地に住みたい。住みたい。多分すごい。元気になるよね。元気になれると思う。なんか、人間のこの内側から出てくる活力。だって5時半に食べてるでしょ、はい、6時半とかに食べ、1時間食べても6時半でしょ、はい、で、10時に寝てるからもう胃は空っぽだよ。うん、最高じゃない？遅いのか。そうだよ。背伸びたんだ。いや、それ絶対あると思う。いや、本当にそうだと思う。そうね。いいね。欲しいな。修行しに行く。修行しに行きますか。書き直してもらおう。生活スタイルを。最悪な面倒。お母さん。すごいから。いいね。はい。お、以上ですね。はい。はい。それではここで、今日の2曲目です。72枚目のシングルの中から、モーニング娘。トゥートゥーで、ハッピーバースデートゥーミー。